特別番組ウクライナ大統領選を読むということで、本日はチャンネルクララ初登場グレンコ・アンドリー先生にお越しいただきました。グレンコよろしく。よろしくお願いします。はい、もう先生ですよ。はい、いきなりチャンネルクララに持ち込み企画で来て、ね、弟子にしてくださいって言って、 PHP 新書の白瀬さんに押し付けたら、ね、ドッジボールのごとく帰ってきて、ね、チャンネルクララやっぱり出演ですよ。ね、びっくりしましたね。はい、本当にということで、グレンコよろしくお願いします。よろしくお願いします。ドッジボールの意味弟子として帰ってきましたので、クレーマの弟子としてお見知りおきよってことですね。まあ私がね、そこまで公言するっていうことは、実力は折り紙付きでですね。実はですね、この収録時、まあ配信時もそうだと思うんです。3月までなと思うんで、いるんですけど、京都大学の大学院で神道と本居宣長を研究していて、でその前は早稲田に語学留学してて、はい、でこの通り日本語が流暢、はい、一応話せます。たどたどしくない、はい、言い切ってしまう。ありがとうございます。というね、まあ優れもので、まあ中身はね、しっかりしてる人なんですが、まあ今回はですね、ウクライナ大統領選があって、で44人立候補してしてて、そうですね、はい、はい、でところがですね、日本は、まあ、事実は淡々と報じるのはいいんだけど、全く中身を報じていないと。そうですね、しかもそのどこの新聞テレビもモスクワ支局の人からの情報じゃないかな。本当にそればっかりで、というウクライナ人なんでモスクワ嫌い、うん、まあそりゃそうですね。はい、やっぱりモスクワ好きなウクライナ人ってやっぱ3割ぐらいです。ああ、3割いる。3割いるんですね。まあ中国が好きな日本人ってどれぐらいいるかと考えると、まあこんなもんじゃないかなね。っていうね、いや実はそういうところもあって、まあ、日本とウクライナの共通点は日本在住ウクライナ人として今回東京にも出っ張ってきて、でまずはですね、ウクライナの大統領選についてグレンコ先生に、はい、解説していただきたいんですが、はい、44人いるんですよ。そうですね、全部見てられないんで、カテゴライズすると4つ分けられると聞いたんですが、そうですね、まあ大体分けると一番大事なのは、まずは支持率がトップで勝てる人、はい、まあ、つまり勝てる候補、可能性がある候補が第一の分類。そうですね、はい、次が第二の分類は、もともと勝てる可能性はあったけど支持率が落ちて今は及ばないというカテゴリーですね。なるほど、脱落候補。はい、はい、で三つ目は、元から、大統領になるまでは支持率はいかないけれども、その次秋にある国会議員選挙に向けて知名度を上げて、まあ、自分の党を国会に送るために立候補する人、まあ、知名度アップ候補。知名度アップ候補、はい、まあ、日本語でいうところの通行人ってやつですね。そうですね、はい、で4つなんですけど、まあ、いわば有力候補の回し者。ああ、回し者候補。回し者候補。回し者何やるんですか。そうですね、役割はいろいろなんですけど、例えば、うん、一つは ある有力候補の回し者は別の有力候補の悪口は言います。しかし有力候補が悪口は言ってもやっぱりある程度言葉を選びしなきゃいけないんですけど、泡沫候補だったらもう好きなだけボロクソ言えるから、それは一つの役割と、でもう一つの、役割は選挙立ち会い人はそれぞれ枠があって分配されてるから、そのお互いの有力候補が不正しないようにお互いを見張るために、まあ、立ち会い人が多い方が、その不正しにくいになりにくいということだから、まあ、要するに、その有力候補を補充補填するような人たちですね。なるほど、有力候補の回し者、はい、だから、有力候補、脱落候補、通行人、回し者と。そうですね、そんな感じです。でその有力候補って何人いるって、日本では3人いるって聞いてるんですよ。それ間違いないですか。間違いないです。それは3人、その通りなんです、ね、あ、じゃあ一応その3人を中心に、まあ、地上波とか新聞で言えない話をね深掘りして、うん、ウクライナ人だったらこれくらい常識だよみたいな話をお聞きしたんですよ。まず、現職出てますよね。そうですね、現職が出てまして、まあ、ペトロ・ポロシェンコ大統領。ボロシェンコ。ポロシェンコ大統領ですね、はい、
はい、で2人目が2人目が元首相で日本でも人気のあるユリア・ティモシェンコ、はい、あの金髪のお姉さま、金髪のお姉さんですね、はいはい、で3人目がで3人目はゼレンスキーという人なんですけど、まあ、彼はお笑い芸人コメディアンの人ですね、はい、という3人の有力候補がいて、はい、で今のところゼレンスキー、ティモシェンコ、ポロシェンコみたいな、まあ、あの世論調査はいろいろあるんですけど、うん、そうですね、ウクライナの最新の調査ではゼレンスキーは 5% ぐらいリードして、うん、でティモシェンコ、ポロシェンコが拮抗という状態、ね、なるほど、はい、なんかコメディアンが独走してて、で、現職大統領と元首相が追ってるみたいな感じなん で、ね、ちょっと今ここでですね、大統領とか現職大統領の元首相とか国会とか日本と制度が違うみたいなんで、はい、その大統領、首相、国会の関係を簡単に説明していただいてよろしいですか。そうですね、はい、分類で言えばウクライナは反大統領選、半分大統領制、ね、半分大統領選の分類には入るんですけど、で大統領の権限というのは主に外交と安全保障という2つの分野であって、はい、でそれに伴って大統領の権限で2人の大臣が任命されます。それは防衛大臣と外務大臣、はい、あ、防衛大臣って有力大臣なんですね。まあそれはだってね、知らなかった、日本は違うんで、ね、まあまあ、だって戦争してるし、あ、そうですよ ね、そうなんです、ね、だってウクライナ戦時体制です。だってクリミアの話は後で聞きますよね、はい、は、防衛大臣が有力大臣じゃない、すごい国って日本の方が異常ですね、そこは、ね、はい、まあ、それは言ってもいいですね。で、その2人の大臣は大統領で、他は他は国会の過半数で任命、内閣が組織されると。そうです、ね、首相も含め。そうです、ウクライナの大臣で防衛外務も含めて何人いるんですか。大臣は、まあそうですね、まあ、その時の内閣によりますけど15人ぐらいですかね。じゃあその辺日本と近いものがあって、ね、で外務防衛だけ大統領がこいつだと。そうですね、はい、それは憲法でちゃんと書かれている状態ですね。なるほど、つまり、まあ、大統領と議会&首相が、まあ、それぞれ権限分所という、外交は、大統領、内政は議会&国会という考え、と首相ですね、はい、はい、そんな感じ。ティモシェンコ大統領かと思ってたら首相しかやってないですね。そうですね、首相しかやってなくて、1回は2005年と2回目は2007年から2010年の初めぐらいまで2回首相をやってますけど、大統領はやっていません。はい、はい、じゃ あの3人の有力候補の人柄を詳しく解説していただきたいんですけど、そうですね、どの順番でいきましょうか。まずは、現職のポロシェンコさんから聞きましょう。はい、じゃあポロシェンコ大統領からいきましょう。まあ、ポロシェンコ大統領が、まあ、ウクライナの政治ではもうかなりもう長生きしていて、もう20年前ぐらいから政治家をやっています、はい、まあ、いろんな紆余曲折があって、2014年にその政権、あの有名な政権交代の後で初めての大統領選で、1回戦で5割の得票率で、まあ、大統領になったんですが、彼は、まあ、もともと母語はロシア語だし、実業家だから、なんというかあまり信念がないようには思われていたんですが、まあ、こう立場人を作るという言葉はあるんですけど、もうまさにポロシェンコ大統領に関して非常にそれは言えてて、彼が大統領になったらもう本当になってからもう本当にこうまさに大統領、つまりリーダーがやるべきことをやっている、やるようになったんですね。まあ、その客観的に外国から見たら、まあ、いわば保守政治、まさに保守らしい保守政治をやってます。つまり民族伝統文化を大事にしましょうとか、防衛安全保障を大事にしましょうとか、あと外国に支配されていた過去の遺産物を抹消しましょうという政策をとっていて、でその実現といえば、あの安全保障に関して言えば、防衛予算、彼が大統領がやってる間は防衛予算は、まあ、
毎年 50% ぐらい増えていて、はい、で今のウクライナの防衛費はなんと GDP の 7% に、はい、上っています。そして言葉も大事にしていて、それまでに言論空間でかなりの割合を占めていたロシア語の使用はある程度制限されて、少なくともこれぐらい、その報道時間のこれぐらいは国語じゃないとダメという規制が、作られました。そして、まあ、詳しく言うと長くなるんですけど、簡単に言えばウクライナの独立した正教会、つまり教会を、うん、が成立することに本当に人力を尽くして、うん、もう大統領の努力がなければ、まあほぼ宗教者だけの力では不可能だったこと。だからウクライナ正教会をロシア正教会から独立させた。そうですね、独立させたんですね、はい、非常に難しいことだったんですが実現したんですね。でこの人いつから大統領でしたっけ？大統領は2014年5月から。クリミアの時は？クリミアの時はまだですね、まだ。クリミアは3月だったから、その2ヶ月後ぐらいとになって、だからこの人が出てくる前に捕らえたわけ、ね、そうですね。なるほど。そうでそれで一生懸命持ち直しをやろうとしてたという人ですね。そうですね、はい、でそれに対して日本ではやたら有名なティモシェンコ姉さんなんですが、ねえ、まあ有名なだけど中身がちょっと点点点なんですけど、まあこの人も、まあ、一応愛国者、つまり独立を守るというポーズは取っているんですが、ただまあなんというのかね、ロシアとの関係の歴史が長くて、実際に大統領になれば独立路線を維持できるのかなという不安があります。なぜかというと、あの人は1990年代の間にガスの商売をしていて、ガスガスガス、はい、ガスって言いましたね、はい、ガス、はい、ここポイント、はいはい、で、まあ、ウクライナでガスの売買を扱う会社を作って、それがガスプロムと深い関係があったんですね、はい、ガスプロムっていうのはプーチンの会社です、まあ、今はそうですけど、はい、まあ、まだエルツィン時代からやってたんですけど、はい、今はプーチンの会社になっています、はい、プーチンもメドベージェフもガスプロムの企業社系です。そうですね、はい、まさに社定じゃなくて社系ですね、ここ大事、はい、そうですね、だからティモシェンコはもう本当プーチンのロシアとズブズブの疑いがあると。疑いがあるんですね。例えば、まあそれエピソードなんですが、はい、2008年の時に、はい、ちょうどロシアはジョージア、旧名グルジアに侵攻したじゃないですか、はい、まあ一時期話題になってたんですが、ちょうどその時に、つまりロシア軍はジョージア領内に入って、まあ、本当に蹂躙しまくっている時に、プーチンと首脳会談、まあ、首相会談ですね、首相同士の首相会談をして、でこんな感じでホホホホホと笑ってたんですね。つまりプーチンに媚びを打って笑ってたんですね。でその時プーチンがもう王様という感じで彼女を見て、まあ俺の支配にあるんだなというエピソードがありました。なるほど、口だけ報酬 で、ね、実態は裏では金でつながっていると。そうですね、その疑いはどうしても払拭できない。やっぱりそいつのね、口で言ってることよりもやってることと組織資金源を見ろっていうのは鉄則ですからね。そうですね。ちなみにもう一つのティモシェンコの疑いというのは、はい、ティモシェンコが首相をやった時に、ヨーロッパに行って、その時に、うん、なんとウクライナは現時点で EU 加盟や NATO 加盟が準備できて、ができていないから延期しようと自分から言ったんです、ね、ティモシェンコが。ティモシェンコが自分で言ったんですね。つまりポロシェンコが EU、NATO を加盟しようとしたのを邪魔する立場ですか？まあ、今は、あの時はまだ情勢が違っていたとはいえ、うん、そういう立場だったんですが、今は一応 NATO、EU を支持している、各地で支持しているんですけど、実際に大統領になれば、それを、まあ、今のポーズをそのまま続行するかどうかは非常に難しい。
怪しい。怪しいですね。なるほど。いやでも聞いてると、はい、ボロシェンコとティモシェンコだったら過去にやらかしたティモシェンコとこの人投獄までされてますよね。刑務所行ってますよね。まあ刑務所に行ってるのは一応あの親ロ売国政権の時に行ったから行ったから、まああの時のイメージで反ロだと思われてると、うん、まあそうですね。なるほど、そういうことか、うん、でもあのボロシェンコと地道に頑張ってる話聞くんですけど、そうですね、はい、なるほど。だからあの、ウクライナ愛国者ボロシェンコとバランス感覚のティモシェンコみたいな感じですね。そうですね、そんな感じですね。あ、なるほど。それでバランスいいからちょっとボロシェンコが GDP7% まで軍事費かけてるから経済苦しいんで、うん、あの公共料金値下げしますよみたいなことを言ったら、そうですね、ティモシェンコは受けると。で ちなみにここがそのティモシェンコの論調の問題はここにあって、うん、つまりまずは大統領の権限が防衛と安全保障と、まあ、外交なんですね、はい、その時大統領候補に出馬して公共料金下げますとか、うん、給料上げますとか、つまり大統領の権限にないようなことを約束するんですね。で、なるほど、うん、だからどうなの、できないでしょ、どうせ、うん、もともと政治家は約束を破るのは、まあ、もちろん普通なんですけど、もともとできないことを、権限にないし、権限にないことを言っちゃうんですね。国会議員選挙で勝ってから言えようみたいな。そうです、そうです、 まさに首相になって言えようってことを大統領選挙で言うと、うん、そうです、そうです、まさにそうです。なるほど、日本にもそんな人いっぱいいますね。ねえ、本当にね、うんうん、なんか国会議員選挙で宇宙政策語るみたいな、ね、そういう人いますからね。で横でいる国会議員がそこに公園作りますって逆じゃねえかみたいな、みたいな、そんな話。そんな感じで、3人目 のゼレンスキーっていう芸人、そうですね、俳優コメディアン、俳優コメディアン、まあ大体コントをやってることで有名なんですけど、はい、まあ歌も歌うし、はい、映画にも出演して俳優もやってるし、まあ、まあ芸人でくくったらいいんですが、で彼はまず、まあ人柄といえば何でもありで中身がないというところは一言で言えばそうなんですが、で実を言うと彼の裏にあるのはイーグリ・コロモイスキーというウクライナのオリガルヒなんですね。オリガルヒっていうと財閥、財閥、まあ成金億万長者、なるほど、という感じなんですね、はい、で金さえあれ何でもいいってやつ、そうですね、はい、でそのこのゼレンスキーが任期を持ったのはそのコロモイスキーというオリガルヒが持っている、所有しているテレビ番組にいっぱい出てて、テレビチャンネルにいっぱいいろんな役割で出てて、うん、知名度を、まあ、上げたというおかげでそうなってるんですね。でね、ここでちょっと大事だからちょっと話しますけど、はいはい、そのコロモイスキーとウクライナの今の関係なんですけど、はい、その2014年の政権交代の後で、うん、コロモイスキーは一応独立派愛国者のポーズをとって、ある程度ロシアの侵略には貢献はしています、うん、しかしその後ウクライナの、まあ、目の前の危機はちょっと引いて、まあ、局地戦になった頃からまた純粋な利益追求に戻って、うん、また、政治的な力を伸ばすことによって不当な利益をむさぼろうとして、いました。で、つまり、まあ、ウクライナの富を自分の、まあ、懐に入れようとして吸い取ろうとしていまして、それをポロシェンコが止めたわけですね。うん、で、実はこのコロモイスキーという人がウクライナで最大の銀行を所有していたんですね。その銀行でウクライナ人口の半分は口座を持っているウクライナで最大の銀行があるんですけど、それをポロシェンコが没収して国有化したんですね、うん、でそれでコロモイスキーの恨みがものすごくて、もうとにかくポロシェンコを潰したい、何が何でも潰したいという思いが強くなって、で、うん、ポロシェン
ことコロモイスキがロンドンで裁判を、うん、その、銀行をめぐっての裁判とあと石油の、まあ、売買に関してコロモイスキが不正をやっていたのでその裁判をロンドンで、うん、やっているんですがコロモイスキはかなり窮地に追われて今はウクライナに来てこれない状態で今はイスラエルに住んでいます、うん、彼は30国籍を持っていてウクライナとイスラエルとスイスの30国籍を持っていてとにかく盛り返したい、うん、だから何が何でも盛り返したいそのためにゼレンスキーという芸人を持ち上げて大統領に、しようとするんですねでもともとはコロモイスキーがティモシェンコを支持しようとしたんですがどうやらティモシェンコだと大統領になったら裏切るんじゃないかとなるほどそのコロモイスキも思ってなるほど、うん、ティモシェンコっていうのはもう本当信用ならんとならないんです、保守派からも親ロ派からもあいつは信用ならんと言われてるから三つどもえになってるとすごい面白い構図です、うん、そうですでだからティモシェンコを応援したら後でこの銀行を本当にコロモイスキに返すか怪しいからいやじゃあ自分の候補を立てるとなるほどということになってこの芸人を立てたんですねすいませんそういう時でティモシェンコとゼレンスキーが一本化したらボロシェンコを勝てないじゃないですかこれもまたいやとも限らなくて、はい、ゼレンスキーの、まあ、その今はトップ支持率はトップなんですが、うんゼレンスキーの支持層の多くは無関心層無党派層でお笑い感覚で選挙に行く人たち はい、なのでゼレンスキーがもし出馬しなかったら行かないような人たちがあなるほどで、ティモシェンコがその怪しげな票でゼレンスキーが不動票を取ってでボロシェンコが決選投票で勝とうとそうですねなるほどそんなそうつまり1回目で過半数いなかったら決選投票になるん であえて立てたとそっちかそうです、ね、なるほど日本の選挙みたい、うん、でまあコロモイスキーの場合は、うん、そのゼレンスキーが決選投票でボロシェンコと、うん、なったら全力をゼレンスキーを押すし、まあ、もしゼレンスキーが敗退してティモシェンコとポロシェンコの一騎打ちになればティモシェンコを、まあ、事前策としてティモシェンコを支持するなるほどとにかくポロシェンコだけは嫌だとそうですね財閥の連中ですプーチンと同じことを言ってますプーチンと裏売国奴の財閥が組んでと現職大統領を下ろそうとそうですねじゃあそれでですね、まあ、最大の問題ってクリミアだと思うんですけど今クリミアってどうなってるかっていうのをクリミアは今ロシア軍に取られて占領されたまんまですねでクリミアと接するウクライナ東部でなんか小規模戦闘やってるってクリミアと接してるんじゃなくてロシア本土と接してるあロシアあごめんなさいロシア本土と接してるところロシア本土と接してる東部のところで東部のところで、まあ、小規模戦争が続いてる状態、ね、なそれはプーチンとしてはウクライナ全土を攻めてこまえて何か理由あるんですかあそれはもちろんプーチンがウクライナを支配したいんですけど、うん、やっぱり軍人じゃなくて諜報員だから全面戦争じゃなくて暴力でウクライナを落とそうとするんですねそれでやっぱり正規軍を出して、うん、ウクライナ全土を制圧したらまずはものすごい戦費がかかってものすごい損害がロシア軍に出るんですねでその占領しているウクライナをもし占領が成功したとしても維持することをもうロシアの経済はもう持たないんですね、うん、間違いなく破綻しますしかももしロシア軍はキエフまで来たらいくらしょうもない西洋諸国であっても黙ってこない可能性が高いのでさすがに NATO ですら軍を出すかもしれないという恐れがあるので、うんうん、正義軍をまあ、全面的に出さないんですね、まあ、極地戦においても実際はロシア正規軍は戦争をやるんですけどこう何十万人とか100万人を出さない大規模は来ないと大規模は来ないんですねでプーチンの戦略は何かというとその小規模な戦争によってウクライナの経済を疲弊、うん、
させる。で、経済を疲弊させるというのは、もう一つはもちろん戦費、まあ、さっき言ったように防衛費は今、うん、GDP の 7% でものすごく高いというのもあるんですけど、戦費と、あとやっぱり戦争している国というイメージができたら、外国の投資が来ないわけですね、うん、大企業の。それで そういう面でも、まあ、経済が発展、しないんですね。それとともにウクライナ国内、においてあの絶望的なモードを醸し出そうと、するんですね。つまりあのウクライナはもうダメだとか、もうこのひどい状態はいつまでも続くんだとか、もうこの国にはもう希望がないから、もうどこか逃げようというムードを、つまり自国にはもう未来がないと思い込ませるような政策を取ってるんですね。それでウクライナは絶望しきって経済は崩壊したら、一気に親ロ政権を立ててウクライナを乗っ取るという作戦をプーチンが取ってで、今回の大統領負けてもあのクリミア取ってるし、で引き分けイコールウクライナの方が苦しいから、であわよくば大統領になりゃいいし、で大統領今回勝てなくても次で勝ちゃいいやっていうのはプーチンの狙いと。そうですね、苦しいですねウクライナ。そうですね。まあこれはもうこの紛争がよく私は日本人にいつ終わるんだと言われていますけど、もう終わらないんですよ。いや、プーチン潰しても終わらないかもしれない。そうですね。もうプーチンを潰しても終わらないかもしれないので、今のロシアの体制を潰さない限りは、潰れない限りは、まあ、プーチンの後継みたいなのを出させないぐらいやらないとウクライナは生き残れないと。そうですね。だからもう10年、20年がこの状態が続くという覚悟でいなくちゃいけない。なるほど、希望を奪うという、そうですね、プーチンろくでもないですね。まあそれはそうですね。いや、それでですね、なんか日本人の、しかもよりによって保守を気取る人の中にですね、プーチンは反中親日だとかですね、わけわかんないことを言ってるんで、ね、それに気取ってです、あ、こんなところにプーチン幻想という本を書かれたということで、ちょっと時間がなくなってきたんですね、はい、あのプーチンに幻想を持つなと、いう本の解説をですね、まあ、次回、はい、あのグレンコ先生に引き続きお願いしてよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。